マブーです。今回は買うと絶対に成功するクイックを10個紹介していきます。ファッションに興味を持ち出していざおしゃれをしていこうとこの冬を楽しもうと思っても冬服って高いですよね。1万2万3万とみるみるうちに散財してしまいます。そんな高い服で失敗したくない。こんなことを思っている方にこの動画を作りました。ぜひ今年の冬はいい服だけを効率的に買って無駄遣いを減らしてそのお金をデート費用とかに回してリア充しちゃいましょう。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではリニューやユニクロのプチプラアイテムをリビューしていたり 164.5cm の目線で低身長でもかっこよくおしゃれを楽しむ方法を発信しています。ぜひ応援お願いします。で本編どうぞ。一つ目はキメの細かいニットです。秋冬で絶対に一つは持っておいてほしいアイテムがキメの細かいハイゲージニットです。ハイゲージニットはシンプルで綺麗めなものが多く、とりあえず1枚持っておくと日々のスタメンとして活躍してくれること間違いなしです。おすすめはこちらユニクロのエクストラファインメルノクルーエックセーターでございます。なぜおすすめか、冬のアウターの下に着るニットとして非常に優秀だからです。冬ってやっぱり寒いから重ね着しますよね。でも最近はオーバーサイズのものが増えてきたので膨れがやばいしめちゃくちゃ分厚く、そんなことがしょっちゅうありますよね。そんな時にエクストラファインメリノクルーネックセーターでございます。薄手の生地だから着膨れもしないし分厚かない。しかも薄手だからといって糸をいっぱい使っているので防寒性もあります。 T シャツ感覚で使える万能ニット、ぜひ一つお持ちください。こちらの動画でも紹介しております。二つ目は綺麗めでオーバーサイズなロングコートです。冬のコーデの主役はアウターですよね。コート、ダウン、ブルゾンといろんな種類があります。そんな中で今年の冬に絶対持っておいてほしいのがオーバーサイズのロングコートです。おすすめのロングコートはユニクロ U のトレンチコートとユニクロ ×JW アンダーソンのダブルフェイスシングルフレスコートです。なぜおすすめか、どんなコーデもロングコートを羽織るだけでそれっぽく見えるからです。人間生きてるとやっぱりあーもう今日コーデ考えるめんどくせえなって思う日も多々あります。そんな時にこのロングコートです。これらのコーデをご覧ください。全部同じコートを羽織ってます。もう全部ほぼ同じようなコーデに見えるでしょう。でもインナーはそれぞれ違うものを着てるんですよ。なので適当にコーデを組んだ日もその上からロングコートを羽織っちゃえばダサく見える、芋臭い、なんか色合いが変、そんな全ての問題を解決してくれます。3つ目が細身のスラックスです。これはオールシーズン言えることですが、細身のスラックスは何本あってもいいですよ。もう黒のボールペンぐらい何本あってもいいです。おすすめはユニクロのスマートアンクルパンツとユニクロ ×JW アンダーソンのルールブレンドノーダックパンツです。特に冬はルールブレンドノーダックパンツがおすすめです。この写真のコーデは全部ルールブレンドノーダックパンツで組みました。どのコーデもかっこよく決まっています。よくコメントでもルールブレンドノーダックパンツめっちゃいいやんってきます。なぜ細身のスラックスがこんなにもいいか、やっぱり何にでもあって、しかもスタイルがよく見えるんですよ。細身のスラックスは何にでも合います。明太マヨフライなんか、そしてスタイルもよく見えます。足長効果がやばいんですよ。こちらの画像はワイドパンツ、こちらの画像は細身のスラックス。ほら全然違うでしょ。4つ目は大判のマフラーです。まあ冬はマフラーを絶対買うとは思うんですけども、マフラーは短く細いビジネス用のマフラーよりも太く長いマフラーがいいです。太くて長いマフラーの方が顔が小さく見えますし、巻き方のアレンジもいっぱい効いてブランケットとしても使えます。ぜひ今年の冬は大判マフラーに挑戦してみてください。5つ目は黒の革靴です。冬は寒いんでムートンプブーツとか履きたくなりますが、やめた方がいいです。冬も靴は黒の革靴が一番いいです。もちろん他にも魅力的な靴やスニーカーはたくさんありますが、内容を買えばいいかわかんないって方はとりあえず黒の革靴を買ってほしいです。で理由は何にでも合うし身長を漏れるものが多いんですよ。しかも女子受けもいいです。おすすめはクレマンのフロダがおすすめです。6つ目が黒のレザーのトートバッグです。今年の冬はロングコートを着る機会が多いと思いますが、黒のロングコートリュックの相性ってちょっと悪いですよね。かといって仕事とか学校で荷物が多い方はリュックじゃないと荷物が入らないみたいな方も多いと思います。そんな方におすすめなのが黒の革のトートバッグです。まあ、こんな感じのバッグですね。リュックでもいいんですけども、コートの切り目の印象を保ちたいときはトートバッグの方がいいです。トートバッグも意外に大きいんで表紙とかも全然入ります。でリュックだとこうコートのラインが崩れちゃうんでスタイルが悪く見えますし、僕はちっちゃいんであのリュックを背負うと背負われてる感が出てくるんで、僕はあんまりロングコートのリュックはおすすめしません。7個目は黒と白のソックスです。黒と白のロングソックスは1年間絶対ずっと使うものなので、ワンシーズンにもう5足ずつ買い足してもいいぐらいです。おすすめはユニクロで4足990円のソックスです。ソックスが謎のなんかピューマとかの変なスポーティーなやつだと、それだけでコーデ全てがおしゃれに見えづらくなります。なので今年の冬も黒と白のロングソックスは揃えましょう。8個目がブラウンかベージュのアイテムです。これまで細身のスラックスがいいとかハイゲージニットがいいとかロングコートがいいとか言ってきましたが、じゃあこれらのアイテムはじゃあ何
色買えばいいやって思うでしょ。トレンドを意識するならベージュかブラウンのアイテムを買っておけば間違いなしです。特にもうとりあえずベージュ買っておけばそれっぽく見えます。でもさすがに全身ベージュはちょっと攻めすぎやなと思いますよね。僕も思います。そんな方には9個目のグレー系のアイテムです。今年からグレー系のアイテムが目立ってきています。単純なグレーではなくグレーとベージュの中間のグレージュとかグレーとブルーの中間のグレーブルーとか、まあグレーブルーはロイヤルブルーみたいな表記もされてますが、このグレーやけどブルーっぽいこの上品な色味がめちゃくちゃいいんですよ。グレー系のカラーとベージュを揃えれば今年の冬は間違いないです。ぜひチェックしてみてください。で10個目が服ではないんですが重ためのヘアスタイルです。まあ髪型もファッションの一部ということで入れさせていただきました。人って自分のどこを見て喋ってると思いますか？顔ですよね。なので顔周りのファッション洋服アイテムは非常に目立つんですよ。でそこで髪型です。人の顔の印象の7割は髪の毛ヘアスタイルで決まると言われています。7割ってもうほとんどですよ。デュエルマスターズやったらシード5枚あったのが残り2枚ですから、ね、もうダブルブレイクされたら終わりやんっていう感じです。なのでもうダブルブレイクされたら終わりやんっていう危機感を持って髪型に気を使いましょう。冬におすすめなのがマッシュ系のヘアスタイルです。アウターとか重ね着してシルエットがこう崩れがちな冬なので、こういう前髪をつくてこうキノコヘアみたいな感じのマッシュヘアにしてできるだけ小顔にしてスタイルをよく見せましょう。同じ顔でもこうやって見える面積が違うと全然顔のサイズが違うと見えるんですよ。これが前出し、これがまあ前髪ありですよね。ほらここしか見えてないんでこの部分顔がちっちゃく見えております。小顔に見えたらそれと同時に手も足も長く見えてそれに伴って身長も高く見えます。今年の冬は重ためマッシュに挑戦してみてください。はい、今回の動画はこの辺で終わります。ためになったでしょうか？今年の冬は今回紹介した10個の特徴を組んだ洋服を買ってもらったら絶対に失敗しませんので、ぜひ参考にしてみてください。素敵な冬を過ごされることを祈っております。じゃあ今回の動画参考になったよという方は高評価、全然参考にならんわって誰も質問いい方は評価していただいてその理由を教えてください。参考にします。でこのチャンネルではユニクロや GU のプチプラアイテムをリビューしていたり 164.5cm のメッセージで低身長でもかっこよくおしゃれな楽しみを発信しております。ファッション何で何を買えばいいか分からんとか、自分は背が低いから何で着ても似合わんと思った方はそのチャンネルを見ていただいて参考にしていただければ幸いです。参考になったらチャンネル登録と高評価だけお願いします。1万人を目指して活動しておりますのでぜひ応援お願いします。では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。